はい、今日のニュースはですね、一部の大学はもう二度と再開できないかもしれない。WeWork の IPO 失敗を予想したニューヨーク大学の教授が警鐘。ちょっと読んできますね。この記事はですね、まあ今言ったようにニューヨーク大学のね、マーケティングの教授、この人インタビューしたのが記事になってるんですけれども、この人ね、有名な人なんですよ。僕も名前を覚えてなかったんですけれども、名前がね、スコット・ギャラベイって人なんですけれども、なんでね、これ名前知らないのに有名だってわかるかって言ったら、この本を書いたんです。The Four GAFA。まあ、だから日本語で言うと、4騎士が作り変えた世界。なんかそういう本、すごい流行ったのわかります？知ってる人もいっぱいいると思うんですけれども。GAFA の本。だから Google、Amazon、Facebook、Apple。これがね、世界を支配しちゃうんじゃないかってね、この人がまあ言い始めたんですよ。まあ、本当に言い始めた方、一番最初誰かわかんないですけど、この人がこの本を書いて、この本がヒットして、そういう風に言われるようになったんですよね。GAFA が世界を支配しちゃうぞ、つってね。だからもう世界的に有名になった本の作者なんですよ、この人って。でね、この人他にもいろいろ当ててるみたいで、なんかね、Amazon がね、ホールフーズを買収する1ヶ月前にそれを予想してたりとか、あとね、WeWork。WeWork の IPO が失敗するっていうのもね、もう結構一番最初ぐらいにね、指摘してたんですって。で、この人に5月上旬インタビューしたところ、ギャロウィ氏は今、医療業界に次いで2番目に最も破壊が起きそうなのは教育業界だと語った。トップの大学は一度落ち込んでも強くなって復活できるだろうが、多くの2番手の大学はもう二度と再開できないかもしれない、と同氏は指摘した。これね、どういうことかっていうと、今ね、アメリカの多くの大学では、授業がね、オンラインの授業になってるんですよね。で、学生たちはね、どうもそのオンライン授業にすごい満足いってなくて、こんなんだったらもう学校もういらないやみたいな感じで、授業料を返せっていうね、そういった動きがね、全米で起こってるらしいんですよ。で、このギャラウェイさんが言うには、もうこの人ね、ニューヨーク大学の教授ですから、すごい詳しいと思うんですけれども、そういった事情にね。このオンライン授業っていうのが、これ秋まで続くと、もうね、学生ってのはね、これ、半分になっちゃうよみたいなこと言ってるわけですよ。だから、秋になるっていうことは、だから、9月から新しい学生入ってくるじゃないですか。その人たちが、だから入学しないってことなんじゃないですかね。大学ってね、おそらく欧米の大学とかって、まあ、全部の国かわかんないし、全部の大学かわかんないですけれども、大体の欧米の大学っていうのがね、授業ね、こう、入学した段階では、まだ全額払ってないんですよ。おそらくね、日本の大学って、もう全額、満額払った上で入学するじゃないですか。でもね、欧米の大学ってそうじゃないところも多くて、最初にね、ちょっと頭金みたいなの払ってて、全額払わないんですよ。で、しばらくして全額を納めると。だからね、全額払わずに、やっぱ辞めたっつって、最初のね、1ヶ月ぐらいで辞めていく学生って多いんですよ。多分ね、これ1ヶ月ぐらいで辞めた学生ってね、授業料全部払わないんですよ、きっとこれ。だからこのギャラウェイさんはおそらくね、これ、秋まで続けば次の学生入ってくるじゃないですか。で、その人たちはオンラインになるから、もう受かってるんだけれども、お金なんか払わないよって言って、退学していくってこと言ってると思うんですよね。そうすると、だからもう学生が半分になるだろうって言ってるわけですよ。オンライン授業のままだとね。で、このギャラウェイさんが最近すごい言ってることがあって、もうこのままね、オンラインっぽいんだったら、とりあえずね、1年間留年した方がいいよって、そういう風に言ってるんですって。来年の9月にもう一回入ろうよって言って。まあね、こういったニュースだったんですけれども、こっからね、こっから僕は思ったことを話すんですけれども、結局ね、今、オンライン授業になってるわけじゃないですか、大学が。これってね、MOOC なんですよ。MOOC。まあ、オンラインで受ける授業、大学とかのね、高等教育をね、オンラインでやるのを MOOC って言うんですよ。ちょっとね、ついでだから MOOC って説明させてください。説明って言ってもね、その前読むんですけれども、MOOC とは、マッシブオープンオンラインコースの略で、大学などの高等教育機関が連携し、インターネットを通じて講義をオンラインで公開する取り組み、あるいはそのシステムを指す言葉です。MOOCs とも略され、日本語では大規模公開オンライン講座と訳されます。インターネット環境さえあればこのサービスを利用することにより、アメリカを中心とした世界トップクラスの大学の希望する講義をいつでもどこでも誰でも基本的に無料で講義することができます。ですって。まあね、これ、無料、まあ、この MOOCs は無料ってところが売りなんですけれども、まあ、無料かどうかは置いといて、僕が思ったことがですね、このまま大学の授業っていうのがオンラインでずっと行くんならばですよ。まあ、ずっと行くことはないんですけれども、オンラインで受ける生徒も認めるよって動きになるとするじゃないですか。実際に受けたい人は、ま、教室行けばいいし、で、この機会ね、すごい、ズームとか、まあ、オンライン化が進んだわけじゃないですか。オンラインで授業を受けるっていうの。オンラインミーティングとかね、いろんなことがオンライン化が進んだと。そうするとね、やっぱこの、有名大学で、世界の有名大学ね、世界の有名大学でオンラインでもね、受講を OK しますっていう風にね、なっていくんじゃないのかなと思ったんですよ。そしたらね、どういうことが起こると思います？あ、だからこの場合はまあ有料でね、やるんですけれども。そしたらね、どういうことが起こるかっていうと、僕が思うにですよ。有名大学の生徒の数って言ったら限りがあるわけじゃないですか。それはもちろんね、そのクラス、その教室の限りがあるからね。取ってる学生の数って言ったら限りがあるわけじゃないですか。
で、これがもしね、オンラインの受講も OK っていうことになると、どういうことになるかっていうと、大学のね、合格者、なんだろうな、大学の生徒か、生徒の数が無限になるわけですよ。わかりますよね。だって、オンラインで受講することも認めるってことは、このフィジカル、物理的な縛りがないわけだから、何人だってね、OK じゃないですか、授業を受けるってことについてはね。もちろんね、最低限のレベルっていうのは求めると思いますけれども、でもね、やっぱり生徒の枠を広げるっていうことは、まあ逆に言うとね、全体の偏差値は下がると思うんですよ。例えばですよ、なんだろう。日本にしましょう。なんかちょっと、例えがわかりやすいから。日本で、この年のね、トップの1000人、超賢い1000人が、例えば東大に入ったと。確か東大ってでも1学年3000人くらいいたと思うんですけれども、まあそれは置いといて、ある学年はね、こう日本のトップの1000人が東大に入れると。でもね、この東大がもうね、オンラインで授業するんで、もっとね、取れる学生を増やすって言うんですよ。もう1年間に1万人にしちゃうよっつって。まあ1万人でも3000人でも何でもいいんですけどね。とにかく今までの何倍とかになるわけですよ。あんまりね、バカ取ってもしょうがないんで、なんでかって言ったら授業理解できないんでね。だからね、そこそこのレベルの学生取るけれども、今のね、何倍も取るんですよ、人数を。で、オンラインも OK と。地方からも通えると。そうすると何が起こるかっていうと、単純にね、やっぱり偏差値下がりますよね。だって今までトップの1000人とかしか取ってなかったわけだから、これを10倍の1万人にしちゃうと、単純にやっぱ薄まるというか、偏差値は下がりますよね、学生の。で、あともう一個起こるのが、もうトップのね、だから人気がある大学しか残らないですよね。だって、有名大学がもう取れる人数増やすわけでしょ？そしたら減る学校があるんだから、もうね、半分から下の学校なんてね、全部潰れるんじゃないのかなって、これ大学がね。だから一つは一つの大学が取る人数が増える。そうすると偏差値は下がるんじゃなかろうかと。そしてもう一個、一つの大学の取れる人数というのが広がるんであれば、世の中のね、大学の数って減っちゃいますよね。で、これによってどうなっていくかっていうと、結局ね、もう学歴がね、重要っていう時代がなくなっちゃうんじゃないのかなと思うんですよ。だって、このトップの大学もね、人数増やしたから偏差値も下がるし、そしてね、大学の数もぐんと少なくなっちゃうわけだから、もうね、この大学だったらいいみたいなのがね、すごいね、薄まっていく。薄くなっていくと思うんですよ。完全になくなるか置いといて。そういうこう学歴のブランドみたいなのがなくなっちゃうっていうかね。で、そうすると今度次に起こるのはですね、文系の大学、文系のコースっていうのがね、もう壊滅になります。なんでかっていうと、もう学歴ブランドがないわけでしょ？学校ブランド？今まではね、こう東大とか早稲田とか慶応とかの、本当は好きじゃないけれども、こう学校名がいいからね、文系のところに行くとかってあったわけですよ。だって別に、例えばですよ。まあ、僕自身文学部ですけれども、文学部行ってね、それがそのまま社会で役立つかって言ったらね、なかなかないわけじゃないですか。そのまま使うってことは文学のやつもね。で、挙句の果てに、大学のブランドってのもなくなっちゃうわけでしょ。そうしたら何が起こるかって言ったらもう実利的なこと、実際に使えることしか大学で学ばなくなるんですよ。だってどうです？ 1 年間100万円とか払って、文学部勉強する。大学卒業する。でももう、大学卒業したってブランドもほとんどなくなっちゃうんですよ。意味がなくなっちゃう。で、習ったことも文学部だから、そのまま社会に出て、そのままストレートに通用するようなこと、使えるようなことじゃないですよね。そしたらもうね、理系ばっか残るんですよ。だから、専門学校みたいに、即使えるものしか大学でね、みんな学ばなくなると僕は思ってます。まあ、即使えるって言ったらちょっと言い過ぎか。だからまあ、そういった感じで、文系のね、学校とかね、学科ってのはもう、壊滅するかなと思ってるんです。ということでね、もしコロナのせいで、これから大学がオンラインも OK ってなると、結果ね、よっぽど優秀な大学以外は全部壊滅して、なおかつ、その中でも理系の分野、理系の学科しか残らないんじゃないのかなっていうふうに僕は思ったってことです。そのところです。まあ、ただのね、戯言と捉えててください。